どうも、ハルザカモです。どうも、ハルザカモです。この花びらの種というコーナーではですね、はい、皆様からいただいた疑問を自らの手を持って答えていこうというコーナーです。あ、そういうことですね、はい。それでは今回も、皆様の疑問にお答えしていきたいと思います。はい。花尾さん、伝家さん、こんばんは。こんばんは。いつも動画見てますと言いたいところですが、はい、実際はサムネだけを見てスクロールしてしまう日々も多いです。おい、そんな私はおっぱいが大好きで、四六時中おっぱいのことを考えながら日々これ編集しています。そんな私は来週体育でシャトルランをやらないといけないのですが、はい、正直とても憂鬱です、はい、そこで思ったのですが、もしシャトルランの両端に巨乳の水着美女がいたら、うん、走るモチベーションが向上して記録が伸びるのではないでしょうか、はい、これって花びらの種になりませんかね。よろしくお願いします、はい、というお便りでございます、はい。この花びらの種、言い換えるとこういうことになります。はい。巨乳の水着美女がいる場合といない場合でシャドルランの記録は2回伸びる。これありえますよね。でも結構、まあ、ちなみに私の場合は学生の時体操服から見えるブラヒモばっか見てました。あれね、エロいですね、はい、実際にやってみた。今回は水着女子の有無による記録の違いを比較するため、まずは水着女子がいない場合のシャトルランを行う。被験者には YouTube を生業とする陸上未経験者の一般男性 A と、陸上経験はあるがあまりそうは見えない一般男性 B の2名を用意した。この日はあいにくの雨だが、記録に影響はないものと目視で判断し検証をスタート。予想以上の足場の悪さだが、ここは目をつぶって検証を続行。40回突破。鼻緒は滑りまくっている。50回を超えたあたりで一般男性 B に疲れが見え始める。わあ、おっと、電眼選手、ここで電眼アウト。記録56回。ああ、ああ、続いて鼻緒もアウト。記録66回。コンディション悪いからね。翌日、今回の検証の舞台は兵庫県尼崎市にあるベイコム陸上競技場。昨日とは打って変わり、この日の気温は33度の真夏日であるが、記録には問題ないと判断し検証を続行。それではここで今回参加してくれる美女たちを紹介しよう。エントリーナンバー1、なにわのホワイトダイヤモンドこと白浜幸さん。仮面ライダーの変身です。変身宇宙来たー。エントリーナンバー2、実は理系大学院生のリオナさん。 C7H8 をクレゾールが好きです。おオルト、メタパラならオルトが好きです。オルト。エントリーナンバー3、ミスなでしこ日本兵庫県代表の萌えさん。うちの電眼さんが兵庫にお住まいなんですが、電眼さんはいかがですか？あ、はい、素敵なんです。エントリーナンバー4、鋼の G カップこと瑞穂さん。おっぱいの魅力は、私が自分で言ってるのはなんですけど、夢と希望を詰め込んで私の知識を乗せながら寄せてロマンを生まれ出す、うますロマンを作ってます。いまいちよくわからないが、そのロマンを早速我々にも見せていただこう。選手入場。
ストラクエベイベーどこだやつのサンシャインベイベーゴッテグラスの朝まで朝までもうわらはまるわて夢と希望の成果ウォーミングアップもいつも以上に熱が入る今回の計測ではラインの両端に2人ずつ水着美女を配置さらにより厳密な検証を行うため審判には理系のものを起用したこうして役者は全て出揃ったとるがなお前午後2時世の全ての男性の夢と希望を乗せ計測開始5秒前3、2、1スタートめっちゃいいよめっちゃいいよ笑いが止まらない被験者やばいやばいこれテンション上がるやばい抱きつきそう天国がある一方うっかり欲に流され行き過ぎると即犯罪ある意味天国と地獄ともいえるこのシャトルラン線は越えないといけないが一線を越えてはならないのであるよし。おはようございます30回突破いける途中の給水で熱中症対策も万全であるまだ40回突破削除されそうな気がするのでモザイクを入れて厳重に対処する そして50回突破しかしこの辺りから被験者から笑顔が消えた56そしてついに56回突破全眼記録更新しかし表情がかなり険しくなってきたよいしょ夢と希望だけを見据えなんとか己を奮い立たせるやばい水着美女に一緒に走ってもらいながら最後の力を振り絞るこうして70回突破男の意地とプライドにかけて記録を伸ばし続けるデンガン77回目で1回目のアウトデンガンさん一発でまだいけるまだいける73あーデンガンさんアウトデンガンここでリタイア記録76回花尾ここでリタイア記録83回検証後好きであらねばおっぱいが好きな自分に嘘をつきたくなかったただそれだけですこうしてまた一つ新たな花火屋が生まれたシャトルランにおいて巨乳の水着美女がいるといない場合に比べ約18回多く走れる
あーすごいですね。なるほど。いやでも伸びるもんなんですね。いや本当にシャトルランっていうものにおいて、ね、やっぱり女の人のおっぱいというのはとても効果があったと。そうですね。そうですね。これは男のロマンを証明したと言った。いや本当にそうですね。今回、ウームさんに、探してもらったんですけども、何十件と探してもらって唯一許可を得たのがデイコム陸上競技場というところでありまして、うん、はい、水着美女を使うにはなかなかの、労力が、必要だったということであります。まあちなみにあの鋼のね、鋼の G カップこと内田光穂さん、はい、非常にね、鋼ほどの強度かと思いきや、もう逆でしたね。逆でしたね。心が鋼でしたね。多分心は鋼でしたね、はい、メンタル鋼ね、はい。ではこの花火の種がどれくらい素晴らしいものだったかというのを日村さんにですね、判定いただきたいと思います。それではこの花火の種何分咲きでしょうか。